政治家ナンバーワンのニューのニューなんですけど、今日の大好きな女性国会議員を取り上げていきたいなと思います。その中で吉川由美国会議員を取り上げていきたいと思います。吉川国会議員を殺すな、吉川国会議員を豪華するなと言って応援していきたいと思います。プロフィールの方言います。吉川由美議員は1973年9月4日生まれとなってます。自民党の参議院2期となってますね。今もそうかわかんないですけど、自民党の副幹事長と書いてますね。過去に、経済産業等々の政務官とか、外務大臣の政務官とか、務めていらっしゃると。生まれてるところが三重県出身ですね。三重県生まれの、ところで、学校が出て、三井住友銀行員なさってますね。銀行員はやっぱり素晴らしい、仕事なので、やっぱりお金絡みの方の、仕事ついてる人はやっぱりお店とか会社とかたくさん、経営してる人たち多いので、組織票も多いと思います。参議院議員で、出たのが2013年あたりに、選挙に出て当選なされてると。まあ、かつかつ、頑張っておられるっていう感じですね。4年前には自民党の女性局長に就任と。女性を、まとめる、係の方になってますね。自分の方、夢は、できるだけ女性が強姦されない世の中を作りたい、できるだけ女性が殺されない世の中を作っていきたいなと思ってます。あと平和活動ですけど、仲良し活動でできるだけ平和になるために、戦わず戦争せず、日本はじめアメリカ人に対して人を殺さず、敵に対して命あげず、強姦せず、詐欺せず、誹謗中傷やず、狂気せず、人の財産めいて人を殺さず、できるだけ長生きできるような側を作っていきたいなと思ってます。これ先、未来の東京は、日本は1000年後1万年後、東京だけ3000万4000万になるみたいですけど、地方は、1000万のところは500万とか、500万人が250万とか半減ぐらいになるという噂になってますけど、自分は反対なので、できるだけ全ての女性が子供を産ませれるような顔を作っていきたいなと思ってるので、これからも自民党を応援し、吉川国会議員を強姦するなと、殺すなと言って応援していきますので、どうかよろしくお願いします。